はい、こんにちは、タケチャンネルです。今回もですね、富士見のエンツォフェラーリの制作の続きをやっていこうと思います。で、今回やっていくのは、内装って言ったらいいのかな、まあ内装ですね、内装の制作をやっていこうと思います。で、まあ富士見のキットはね、よくあるパターンなんですけど、こんな感じで富士見の内装のパーツは結構エンジンがね、もう丸ごと一緒に成形されてるっていうものが多いんですよね。で、まあ尺の問題もあって、もう既にこれ黒サフを拭いてある状態なんですけども、このエンジンの部分、ここをねシルバーで塗ってあげないとこうそれっぽさが出ないので、これを塗っていかないとダメになってくるんですが、これをねマスキングして塗るっていうのはかなり至難の技になるので、今回は、僕もちょっと自信がないので、手軽にやる方法でやっていこうと思います。はい、そしたらね、早速塗っていくんですけれども、使うのは、このエナメル塗料、まあ、今回はこれ全部ね、クレオスの H の8なんでシルバーで塗装っていう指定なんですけども、ちょっとこの辺、クロームシルバーとチタンシルバー、この辺を使ってちょっとやっていこうかなと思います。で、まあ筆で塗っていくっていう形ですね。で、やっていきます。まあこれが一番簡単なのでね、これでやっていきましょう。で、まあ、ベタベタと筆につけて塗っていくんですけど、まあ下に黒サフを塗ってるんでね、発色のこととかはそんなに気にせず、もうベタベタ塗っていけばいいと思うんですが、このエナメル塗料、まあエナメル塗料だけの話ではないんですが、筆塗りするときはこのちょっと多めにつけてあげるっていう風にしてあげると、あの筆ムラが目立ちにくくなります。僕もね、筆塗りあんま得意じゃないんでね、あんま偉そうなことは言えないんですけども、まあ、ちょっと多めに、こうやって色をのせて塗り広げていくっていう感覚よりは、塗料をちょんちょんちょんとのせていくっていう感覚で塗ってあげる方が綺麗に塗れるような気がします。あくまで気がしますっていう感じですけどね。僕も筆塗りはあんまり得意ではない。で、結構後からね、他のパーツをつけると隠れる場所っていうのが多いので、その辺はね、まあ最悪省いちゃっても全然ありかなと思います。で、まあ今塗ってるのはエンジン本体と、あとオイルタンクですね。オイルタンクのところにシルバーを今乗せていってる。オイルタンクと、あとミッションケースか、ミッションケースのに当たる部分にシルバーを乗せていってるんですけど、ちょっとね、全部同じシルバーで塗っちゃうとちょっと単調になっちゃうかなっていうのがあるので、エンジン本体はクロームシルバーで、エキゾースト、まあ、あの排気系の部分はチタンシルバーを使って塗っていこうかなと思ってます。こんな感じ。
で、このここの2箇所ね、ここの2箇所は、この後ヘッドカバーがつくんで見えなくなります。で、ここの真ん中の部分、ここも今から、サーチタンクがつくんでね、もう全く見えなくなるので、まあ別に塗らなくてもいいんじゃないかなと思います、正直ね。まあでもせっかくなんで軽く塗っとこう。あ、ちなみに、エナメル使った時はね、筆がね凄まじく傷むんで、使ったらすぐに洗ってあげてください。で、僕がいつも使ってるのは、エアブラシ用のねツールウォッシュ、これはまあクアトロポルテってメーカーのやつですけども、ツールウォッシュをこの筆洗い用のね瓶が売ってるので、これはクレオスのやつですけど、筆洗い用の瓶が売ってるので、その中にクワトロポルテのツールウォッシュを入れてるもので、油水であげて、でこのブラシエイドっていうこの、筆用のトリートメント剤ですね、これでトリートメントしてあげるっていう感じでメンテナンスしてます。これをね使ってすぐにやってあげないと、筆がね一瞬でダメになっちゃうんですよ、エナメルは。その辺ちょっと気をつけてあげてください。はい、で、塗るとこういう感じ。まあ、ちょっとカメラ越しだとカメラ越しだと、エナメル、エナメルじゃない、クロームシルバーとチタンシルバーの違いがちょっと分かりにくいんですけど、このチタンシルバーの方がねちょっと暗いシルバーになります。で、クロームシルバー結構明るいシルバーなんで、実物で見るとねちょっと質感の違い、質感というか色味の違いが出てます。こんな感じ。まあこれぐらいでいいでしょう。ちょっと一箇所ここ見せてますけどね、まあこれぐらいでいいでしょう。まあどっちにしろね上にいっぱい乗っかるんで、ほとんど見えない、上にこれが乗っかっちゃうんでね、上にこれが乗っかっちゃうんでほぼほぼ見えなくなっちゃいますんでね、まあこんな感じでいいと思います。はい、そしたらこれは、しばらく乾かしてあげます。エナメルはね、筆で塗るのに向いてる反面、非常に乾くのが遅いので、しっかりと乾かしてあげます。で、その間にこのエンジンルームの、隔壁の方の作業をやっていこうと思います。で、こっちは何やるかっていうと、こっちの室内側の方、室内側の方はフミゴロスブラックの指定なんですけど、こっち側はシルバーの指定なんですよね。で、まあ説明書では塗装してっていう、塗装をしてっていう説明になってるんですけども、まあめんどくさいんでめんどくさいので、ちょっとめんどくさいプラス、質感を出すためにこれを使っていきます。これ何かっていうとね、タバコの包み紙ですね。これをね使ってやっていこうと思います。で、まあどうやってやるかっていうと、まあ大体の大きさに、大体それっぽい大きさに、まず、まあ、紙なんでね普通にハサミでちょきちょきっと切れるので、それっぽいサイズに
ある程度切ってあげて、で、どっち向きにつくんだっけ、こう、どっち向きだ、こう向きか、はい、そしたら、こっち側がね、こう盛り上がってる方がエンジンルーム側になるので、ここにね、このタバコの包み紙包み紙を貼っていってあげます。で、まあ何で貼るかっていうと、何でもいいんですけど、ちょっとこれを使おうと思います。スプレーのりで、これを使って貼り付けていきます。よし、じゃあで、まあ、手で持ってやるとね、スプレーのりがついてベタベタになっちゃうんで、こんな感じでね、割り箸の先っぽとかにテープを巻きつけてあげて、そこにそれで固定してあげる。こうやって固定してあげて、でここにスプレーのりを引っ掛ける。えらい、あわあわになっちゃったしばらく使ってなかったからか、えらいあわあわに出てきちゃったけど、まあまあ大丈夫かな。で、ペタッとあったけど、このスプレーのり使うとね、非常にネチャネチャするんでね、その後、あちこち触るとベタベタくっつきまくるんで、気をつけながら密着させていく。やっぱりなんでシルバーに塗るかっていうと、要はあの実写もね、ここにあのアルミの遮熱板が貼ってあるんですよね。でそれを再現するために、シルバーに塗ってくださいっていう指定になってるんですけど、まあシルバーで塗るよりはね、こういう風にしてあげる方が雰囲気も出る上に楽ちんなので、僕はよくこういうタバコの包み紙だったりとか、あとあのアルミテープなんかを使ったりしますね。こうぴったりのサイズで切り出してあげて、ね、切り出してあげて、あとここ窓が入るんで、窓の部分をカッターでくり抜いてあげる。で、くり抜いてあげるとこんな感じ、こんな感じになります。実写もね、こんな感じなんですよ、確かね。こんな感じの遮熱板が貼ってあるので、これでやっていきます。はい、まずはね、さっき塗ったエナメルとかが乾くまでしばらく乾燥させてあげようと思います。じゃあ乾いたので、部品をね組み付けていきましょう。はい、というわけで、ね、まずエンジンのパーツ類をやっていきましょう。エンジンのヘッドカバーね、ヘッドカバーは、艶消しの赤指定だったんで、艶消しの赤で塗ってあります。でこれにうん、
これね、ヘッドカバーをこうやって組み立ててあげる。で、ここに。こういう感じ、こういう感じでヘッドカバーがついて、で、まあ、その他のパーツがねちょこ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 周りにくっつきます。まあ基本的にはねあまり外からは見えないエンジン組んじゃうとね、エンジン乗せ、ボディを組んじゃうとほぼほぼ外からは見えなくなってしまう感じです。ではこういう見えにくいところとかだとね、ゲート跡とかもし気になったらサイペンとかでねタッチアップしてあげても全然目立たないので手軽でいいと思います。このガラスパーツはね、説明書だとエンジンルーム側からつけるっていう書き方になってるんですけど、どう考えても室内側からつけるっていう感じなので、その辺は気をつけてというか、まあ、本物的に入らないんでね、多分間違えることはないと思うんですけど、そういう説明書の間違いっていうのは割とカーモガンプラは割と少ないですけどね、カーモデルはね結構説明書が間違えてるっていうのは割とよくある話なので、その辺ね気をつけてあげてください。説明書が絶対やって思わない方がいいです普通に間違えてることありますんでね。でこうね各駅つけるとこういう風になるんですよね。かなりこうシルバーで塗るよりはちょっと質感がアップするんじゃないかなと思います。でこの上にあれ説明書通りの位置にこれつけたら当たるな。ちょっと削ろうか。なんかね、さっきくっつけたこのボックス、これをね、説明書通りの位置につけちゃうとこのパーツと干渉しますね。
干渉しちゃうからよ、ちょっとずらしてあげて、当たるところは切ってしまうと。こんな感じでね、エンジンパーツ組むとこういう感じになるんで、あんまり見えないんですよねこんな感じです。で、他のも全部つけていきましょう。サイドブレーキ、まあ僕の動画をね見てくれてはる方だと大体の方は知ってはると思うんですけど、割と僕は見えないところは、見えない部分はがっつり手を抜くことが多いので、この辺のね内装だったりとか、その辺は結構手抜いちゃいます。見えないですからねまあ依頼で作ってるやつとかね、そういうのになったらしっかり作るんですけど、こういう感じでね作ってるやつとかは割と手を抜くことが多いですね。それでもまあ分かんないのね。この辺のメッキパーツはね、もうデコプリンセスでつけていきます。メッキパーツ接着しようと思うと、本来であればそのメッキパーツの、その接触面のメッキをカッターか何かでね落としてあげて、プラの G をね出してあげないと本来は接着できないんですけど、まあね、めんどくさいのでやりません。こんな感じね。だここってここから上にね、ダッシュボードとかがつくんでね、組んじゃうとほぼほぼ見えないです。で、ドア内こんな感じ。こっちはねドア見えなくなるんで塗ってません。で、シートをつけちゃっていいのか。この内装とかもねフェラーリの場合は、まあ、ありとあらゆる色があると思うので、もう本当に好きに塗ってあげたらいいと思います。特にエンツォ・フェラーリとかみたいな、スペシャルモデル、イタリアだとスペチアーレっていうんですけど、この手のモデルになると多分オーダーの時にね、内装から内装も外装も全てオーダーできると思うんですよね。なんでほぼほぼどんな仕様でも存在してておかしくないと思うので、本当も好きなように作ればいいと思います。
だ内装真っ赤っかっていう風にしてあげても全然ありだと思います。実際多分あると思いますしね、そういう車両も、うん、で次は、ダッシュボード周りなんですけども、これに、あ、言うの忘れた、もう風が治らないんですよね。皆さんは風邪とか引かれてないですか？今年の風邪は超しつこい、全然治らんですね。家で加湿器つけたりとかね、いろいろ多少なりとは気はつけてるんですけどね、風邪ひくし治らないし、なかなかしんどいです。で、ちょっとね、僕ね一個やり忘れてたんですけど、説明書見るとね、ハンドルの一部とあとセンターコンソールの一部に、赤い塗装の指定があったので、そこだけね軽くちょんと色をのせておこうと思います。まあボタンにちょんと色をのせるだけなんで、まずね赤を、爪楊枝とかでね、爪楊枝とかでちょんとボタンの上に、おで、ね、センターコンソールのここにちょんと乗せてあげる。で、あとシルバー取りに行くのがめんどくさいからこれでいいや。目の前にあったわ。こんな感じ。まあわかんないですけどね、このここね、シルバーと赤を入れときました。まあちょっとしたことですけどね、意外とこれはね外から見ると見えたりするんで、割とやっておくと目についたりします。あれ？なぜかカメラの電池がないぞ。ああ、枝にはみ出た。
ダッシュボードはこんな感じ。この辺もね、なんかいろいろ写真見た感じ、いろんな色があるんですよ、やっぱり。いろんな色があるんで、この辺は本当お好みでやってあげたらいいと思います。この辺にね、赤がいっぱい入ってる車両とかもめっちゃ多いんで、いろいろやってあげたらいいと思います。で、ちょっと乾かしてる間に、ちょっとカメラの充電をしようと思います。じゃあ乾いたので、続きやっていきましょう。で、次このダッシュボードを内装に取り付けるので、こっちに入れた方がいいか。で、こんな感じ。さっきのね、ペダル類はもう全く見えなくなります。こんな感じです。はい。で、あと、このエンジンルームの何なのかよくわかんないですけど、多分補強バーかな、補強バーらしきものをつけてあげて完成。もっと違う左右あるのかな。こんな感じでね、ここにねくっつきます。はい、こんな感じ。これでね、一応、内装とエンジンルームの組み立てが完了です。こんな感じ。結構筆塗りでタタッと塗っただけでも雰囲気は出てるんじゃないかなと思います。で、ここまでできたら、よっ、こうね、シャーシとくっつけてあげる。これどこでくっつくんだ。なんかね、タミヤとかと違って、明確にここで接着みたいな部分がないから、ここでいいのかな。こうかな。こういう感じで、ちょっと心もとないから横も接着しとこう。まあ、上にね、ボディかぶせちゃえばね、この辺はもう取れることはないとは思うんですけど、それなりにこうしっかり固定してあげる。
もうなんかこの時点ですごいスーパーカー感はありますよね。すごいね、こんな感じ。とりあえず内装に関して、内装とエンジンルーム周りに関しては作業はこんな感じになります。はい、あとは、ボディの方ね、細かいダクトのメッシュの部分とかね、細かいパーツを取り付けしてあげて上にかぶせるっていう形になりますので、今回はとりあえずここで終わりにしておいて、次回で、一応完成っていう形にさせていただこうと思います。なので、まあ、最後まで見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録していただけると、最新の更新情報などを、見ていただけるようになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。あといいねとかコメントとかいただけると非常に励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。